今日は集合列伝、最終回、竜王だぜ。前10回で続けさせていただいてきたこのシリーズ。今回でついに最終回を迎えるんだぜ。ということは、衆は滅亡するぜ。なんだって250年以上にわたり、諸侯の上に君臨してきた衆の王朝支配は、終焉を迎える。衆王朝が滅んだ要因は何か、どのように滅んだか、ゆっくり語っていくぜ。この動画は歴史の真実とロマンを追い求める、鳥人間の提供でお送りします。衆の雄王、姓は姫、諱は旧姓、11代目戦王の子だぜ。生年は前795年、在位は前781年から前771年だぜ。こちらの女性は法事。竜王の治世は12年ほどと短い、治世のエピソードは大体法事絡みだぜ。まずは式から紹介していこう。あ、一つ言い忘れていたが、竜王の時代と見られる金文はほとんどないぜ。なので、検討する資料は式や築書記念などになってしまうが、そこんとこ、よろしくぜ。式によると、竜王の2年、大地震が起こり都、後継近くの、川が干上がり、基山が崩れるといった天変地異が起こったそうだ。不吉。いきなり治世に暗雲が立ち込めてきたところで、法事の伝説に移ろう。竜王の寵愛した法事という女性は笑顔を決して見せなかったそうだ。笑顔が見たい竜王は、いろいろと手を尽くしてみたがやはり彼女は笑わない。ある時、都で異民族の襲来を告げる呪しが上がり、諸侯の軍が急いで駆けつけてきたところ、これは誤報だった。諸侯一同が拍子抜けすると、その様子を見た法事は、大笑いをしたのだった。念願の法事の笑顔を見ることができた竜王は学習してしまった。諸侯を騙して集めれば法事の笑いが取れる、と。いくらなんでも短絡的すぎる。味を占めた竜王は何度も嘘の呪しを上げさせた。諸侯は次第に呪しを上げても信用せずに、駆けつけなくなってしまった。竜王は家臣では郭石甫という人物を重用していたが、この人物は言葉巧みに竜王に取り入って、貪欲に私腹を肥やしていたので、黒人は皆彼を恨み、重用する竜王も恨んだ。法事への寵愛極まった竜王は、正式な妃だった信仰を廃止、信仰の生んだ大使も変えようとした。それを知って激怒したのが信仰の実家の信仰だ。宗国と拳銃を引き連れて竜王を襲撃した。竜王は慌てて呪しを上げて諸侯に召集をかけたが、何度も騙されてきた諸侯が軍を引き連れてくるはずがなかった。竜王は離山の下で殺され、法事は捕らえられ、衆の財宝は持ち去られた。諸侯は信仰の元に集い、竜王の大使義宮を建てた。これが平王である。というのが式によるところの青州の滅亡だぜ。都が後継から落雄に移り、東州時代が始まるぜ。竜王、おバカさんやんけ。実際の話ならな、この話で重要なところは法事じゃない。法事は伝説に過ぎないぜ。重要なのは、拳銃の襲来と大使の交代をめぐる清掃だぜ。登場人物は竜王と最初の大使義宮、そして竜王が大使に変えようとした白服だぜ。もともと、竜王は大使、つまり後継者を義宮としていた。義宮の母は信仰だ、義宮のバックには信仰がついていた。ところが竜王は大使を白服に変えてしまう。これに怒った信仰は拳銃と都を襲撃した。こうして、竜王と白服は死んだ。というのが式における竜王の死、衆の滅亡の流れだぜ。この話が築書記念では、平王、義宮は新兵亡命した。竜王は白服を大使にした。竜王と白服は離山の近くで死んだ。そこで信仰たちは元の大使の義宮を擁立した。これが平王である。といった内容だ。どうして竜王と白服が死んだのかわからない。内容が短すぎるけど、後継者争いをしてるっぽいのはわかるわ。経年、では、竜王は軍を発し、亡命した義宮を精神で包囲したが、秦国の人は義宮を引き渡さなかった。宗国が拳銃に降伏して竜王を攻め、
竜王と白服は滅んだ。こうして州は滅んだ、とある。史書を総合すると、後継者争いがあったこと、と、拳銃が竜王と白服を殺したこと、は可能性が高い。竜王は義久を攻めに申請をして背後拳銃に襲われたか。あるいは義久を攻めに軍を派遣して手薄になった都を拳銃に落とされたか、どのような形であったかはわからないが死んだ。後継者争いをしなければ竜王ももう少し長生きできただろう。州の寿命も多少は伸びたはずだ。ただ、体制は変わらなかっただろう。というのも、霊王、戦王と州の勢いは衰えてきていたし、この竜王、先の二人に比べると政策のビジョンが見えない。竜王のままで州の先行きが好転するようには思えないんだぜ。また、拳銃の脅威を解決できなかったことも滅亡の原因だぜ。霊王の時も戦王の時も拳銃と戦っていたわね。そういえば、拳銃は単なる蛮族ではなく、州のように戦車で戦う勢力。州はこの勢力との生存競争に敗れたとも言える。というわけで、州の王朝支配は終わり、州は一旦滅びるのだが、東の楽遊に拠点を移し、東州時代が始まるのだぜ。うおう、州シーズン2。残念、もはや、州は小勢力の一つになり下がってしまった。ちっちゃ、この領土で何ができるのよ。大したことはできないぜ。その時々の強国に特別な儀式のお肉を送って、かつての州王朝の領域内に領土を持つ諸侯を、統括する者として認定し、州の保護者と位置づけたぜ。君はみんなのリーダー格だ。我々を守る権利をあげよう。って感じね。そんな感じぜ。特に南方の諸国に対抗する、九州諸国のリーダーを認定していたぜ。これが東州、もっと有名な言い方だと春秋時代だぜ。春秋時代については、また別の機会に語らせてもらうが、今回は最後に州の都が楽遊に移る際に活躍した人物を、取り上げて終わりにするぜ。拳銃の襲来で竜王は死んだ。だが、何も孤立無援で死んだわけではなかったぜ。州王室のために戦ったとされる者もいた。それが上皇だぜ。上皇は平王の楽遊への移動にも駆けつけて護衛をしたぜ。その功績で上皇は平王によって諸侯と認められ、祁山より西の土地を賜ったぜ。東州の誕生と共に生まれたこの国、その名を、秦というぜ。秦の国家としての歴史はここから始まるぜ。紀元前221年に史上初めて中国を統一するこの国は、まだ田舎の小国に過ぎなかったが、幸運なことに、その眼前には、州が拳銃に敗れて放棄した、かつての州の本拠地があったぜ。この機を捉えた秦は飛躍する。後発ながら春秋の諸侯国の一つとして、歴史の表舞台に上がるのだぜ。ということで、次回から新シリーズ、新700年期、始めるぜ。周王列伝ではあまり取り上げなかった、文化面についても語っていくぜ。秦はどのように誕生し、歩み、そして天下を制したのか、700年にわたる歴史を時にゆっくり時にあっさり語っていくので、ご期待あれ。この企画はキング、それ以上は言ってはならぬ。ほら、周王朝の次の王朝は秦王朝だろう。だから次が秦になるのは当たり前で、決して今流行りの戦国時代漫画に乗っかろうという気持ちはないぜ。そもそも秦の歴史は長い、統一までかなり時間がかかる。あの漫画はもう統一前夜のお話だ。人気にあやかろうという不純な気持ちで動画を始めるのなら戦国時代の秦から始めればいい。だが私は秦の国家の成り立ちを最初からやろうって言うんだ。だからあの春秋戦国時代漫画の人気にあやかれるとは到底思わないぜ。人気のある時代、国を狙って用し、一挙登録者様を増やしてやるぜ、なんて企みはないぜ。といったところで今回の周王列伝、最終回は終わるわ。今後は秦を取り上げつつ、殷周春秋戦国に関しても単発で動画を、上げていくのでよろしくお願いします。周王列伝シリーズご視聴、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、ありがとうございましたぜ。中国古代史の動画をこれからもガンガン上げていくので、
今後とも末永くお付き合いいただければと思いますぜ。アディダス。